ゴスペルレディオステーションをお聞きの皆さん、第3週担当の知念聖がお送りしております。さて、皆さん、これからの時間は知念聖牧師の小話。はい、北から南、北海道から沖縄まで大きな拍手が聞こえましたね。いや、そうでもないですか。はい、ということでですね、知念聖牧師の小話のコーナーをやっていきたいと思います。さあ、このコーナーでは、まあ、前回も説明しましたけれども、聖書の裏側だったり、また私たち、まあ、聖書を信じている、まあ、イエス・キリストを信じているもののですね、まあ、小話ですね、そういったものをお届けしようかなと思っております。さて、ではまず一つ目、皆さん、第一弾、ユタについてお話をしたいと思います。さあ、このラジオを聞いている皆さんで、ユタをご存知の方いらっしゃいますか？ユタ、カタカナでユタと書きますけれども、このユタというのは沖縄の民間の霊媒師、または占い師といった方がよろしいですね。はい、占い師です。さあ、このユタについて、今日はお話をしていきたいと思いますけれども、皆さん、その前に一つ、ちょっとこの占いについてなんですけど、お話しさせてくださいね。聖書の中には、旧約聖書、またそして新約聖書とあります。その新約聖書の中でですね、使徒の働きというのがあるんですね。その使徒の働きの16章というところにですね、占いの霊に取り憑かれている女奴隷についてお話がされてるんですけども、まあ、つまり何が言いたいかというと、まあ、占いって聖書時代からもあったんですよっていうところなんです。さあ、ここでですね、今日お話しするユタさんなんですけども、私ね、ユタと対決したんです。皆さん、信じられます？ユタと対決したことがあるんです。と思われるかもしれませんが、別にね、皆さん、実質、なんだろう、この殴り合いをしたというわけで、そんな物騒な話ではございません。まあ、まずそのユタについてお話しさせていただきますけども、このユタというのは、まあ、占いをメインとする働きをしている方なんですけども、特に女性が多いです。男性のユタもおりますけれども、このユタたちは何をするかというと、占ったり、また、もう亡くなった方の声を聞いて、その声を届けたりと、まあ、いたこのようなこともするわけですよね。まあ、沖縄にはその霊媒師、またこのユタというものがいるわけですけども、このユタさんと私、対決したことがありまして、どういう状況かと言いますと、ですね、まず沖縄にはユタ街という文化があります。それ何かと言ったら、もう文字通りですね、ユタを買うんです。それをユタ買いと沖縄では言うんですけれども、まあ、つまりユタのところに行って見てもらうっていうことなんですね。簡単に言うと、皆さん、こういう霊的な力を持った人のところに行く人たちって、大体なんか社会人とか金持ちとか、そういうイメージがあるかもしれませんけれども、実は沖縄では学生、中学生、高校生ですらユタのところに行く人たちが今います。まあ、多いですね。私の友人もそうでした。多くいましたね。まあ、コンビニに行く感覚ですよ、本当に。でユタはあちこちにありまして、なんかね、商業施設みたいに、このデーンとユタのお店みたいなものはないんですけども、だいたい皆さんご自宅一軒家でユタをされてるんですね。でそこに、まあ、口コミで来られるっていうのが多いんですけども、で私のお話ですけど、何かというと、ユタと対決したとありましたけども、私が教会に行き始めた頃、 A 子ちゃんと B 子ちゃんの3人でスターバックスでコーヒー飲みながらお話ししてたんですね。私コーヒー苦手なんですけど、飲めないコーヒー飲みながら、苦いねって言いながら、でそのうちの一人、 A 子ちゃん、彼女は教会へ行ったことがありません。そして B 子ちゃんは教会へ行ったことがあります。そのうちの A 子ちゃんがこういうふうに言うんですね。あ、そろそろ私帰るね、
ユタ買いしてるからって言うんですね。ユタのところ行ってくるって言うんです。教会に行ってるビーコちゃんと私は行くのやめなよと言ったわけです。伝えるわけです。しかし A 子ちゃんはいやいやもう予約してるし、この予約取るのに3ヶ月かかったんだからって言うんですね。マジか。だけどもうね、分かったと、じゃあ連れて行くよと、まあ、沖縄市というところが地域がありまして、沖縄市、あ、沖縄にね、私の車の運転でですね、B 子ちゃんと A 子ちゃんを乗せてそのユタのところに向かったんです。で B 子ちゃんが、あ、まあ、私がこのユタのところ着きましたら、まあね、よくある沖縄の一軒家ですよ、瓦屋の、あの平屋のね。でその平屋じゃない、この瓦屋の、あの1階建てのそこに着きまして、ここユタがユタの屋敷なの本当にって、まあ、普通の見た目のお家ですよ。じゃあ行ってくるねって言って、 A 子ちゃんが意気揚々とそのユタのところへ行くんですね。ドアをでガチャンと出て、そして私と残された B 子ちゃんはですね、どうする、変な影響を受けたら困るよねって話になりました。そしたら B 子ちゃんが言うんですね、そうだ祈ろう、 A 子ちゃんのために変な影響を受けないように祈ろうって言ったんです。 OK、 わかりましたということでですね、この暑い夏ですよ、車内クーラーをつけながらですね、 A 子ちゃんが変な影響を受けませんようにと、祈ったんです。ユタのお家の前で車を止めながら、で A 子ちゃんの帰りを我々は待ってたんですよ。そしたら皆さん、だいたいユタのところに行ったら30分は最低でも帰ってこないんですね。だいたい30分から40分ユタのところでは見るんですね。またその内容、見る内容によって料金が変わるんですけども、 A 子ちゃんは、40分コースだったんですね。意外と長い、一番長いコースですよね。それで出て行ったので、もう私たちはもう祈ってたんですけど、そしたら彼女がユタのところ行って3分もしないうちに戻ってきたんですよ、皆さん。で、あ、そしたら車にガチャってくるので、あ、なんか忘れ物って僕聞いたんですね。早いじゃん戻るの、忘れ物って聞いたら、追い返されたって言うんですよ。B 子ちゃんと僕は、またなんで、どうしたのって聞くと、皆さん、ユタがこういったことを言ったそうなんですね。あんたには本物の神様が、神様が見えるから丘の向こうの教会へ行きなさい。そう言って A 子ちゃんはユタから追い返されたそうです。皆さん、びっくりしませんか。あんたには本物の神様が見えるから丘の向こうの教会へ行きなさい。これが私たちが祈ってたからそうなったのか分かりません。しかしユタがそのように言ったんですね。でもう一つ気になる言葉ですよね、皆さん。あんたには本物の神様が見えるから、このキーワード僕引っかかったんです。ユタが信じてる神は偽物だってユタ自身が気づいてるんだっていうことなんですね。でそして教会へユタが紹介するわけですよ。意味わからないですよね。で丘の向こうの教会はとあるバブテストの教会だったんですね、私の知り合いの。なのでまあ連れて行きました、紹介しました。そして今度の日曜日ね、ぜひここ行ってねということで場所を教えてですね、解散したんですね。そして彼女はこの週の日曜日に、その週の日曜日にその教会へ行ったんです。そして教会で礼拝を終えて、最後牧師がですね、新しく来た人にお声掛けするんですね、礼拝終わってすぐに。で牧師がですね、はい、今日は新しい方が教会に礼拝に参加してます、皆様拍手しましょう、パチパチとしたそうです。そして牧師がこのように質問したそうです。どなたのご紹介でこの教会来られましたかと質問したらですね、 A 子ちゃんはユタですと言ってですね、もう会場が大爆笑、ドッカーンと大爆笑の渦になったそうです。まあことの説明を牧師と教会の人たちに説明してですね、こんなことってあるんだと不思議に、もうなんだろう、みんながびっくりしたっていうお話を聞いてですね、もう爆笑したんですけども、皆さん沖縄にはそういったことがあるわけですよね。本当不思議だなと思うわけです。ぜひねこんな面白い沖縄ですけれども、一度遊びに来てください。そしてこの A 子ちゃんはなんとその後、イエス様を信じて、まあ教会へ通うことになったんですよね。本当に面白いなと思うわけです。さあ牧師、知念牧師の小話は
とりあえず前半戦ここまでにしたいと思います。では、曲紹介へ移りたいと思います。続いての曲はですね、TWICE を紹介したいと思いますけども、この TWICE は9人メンバーの女の子です。韓国人と日本人が混ざってるアイドルグループなんです。この中で3人のクリスチャンがいます。教会に通ってる方がいて、そのうちの1人がですね、すごい熱心な信仰者です。ダヒョンという方ですね。ダヒョンちゃん、私の推しなんですけども、彼女はですね、一つ逸話がありまして、韓国の番組でみんなで占いの館に行こうってなった時だけ、彼女だけは、いや私は教会に行ってるので行きませんと断って、彼女だけいない8人のメンバーだけで番組を進行したという回があるぐらい、あったぐらい彼女は信仰熱心な方なんですけども、今でも教会に行っているそうです。